小田急3000系電車、小田急3000系電車、小田急3000型電車は、小田急電鉄、小田急が2001年度以降に運用している通勤車両である。車体構造等について大幅な見直しを図り、一層のコスト削減と環境負荷の低減を図る車両として登場した車両で、増備の過程で、通勤、近郊電車の標準使用ガイドラインが制定され、 これを受けて、車体の基本構造に変更が加えられているため、製造年次によって、細部仕様が異なることが特徴である。2001年から2006年までの間に、合計312両が製造され、高度成長期からオイルショック期にかけて製造された2600系、ネイ車、初代4000系、5000系、9000型を置き換え、小田急の通勤車両では、最多量数となった。 2010年度以降、一部編成の増強のため、中間車のみが増備されている。本校では、以下必要に応じて、以下の表記を使用する。21世紀に入ると、社会的には、環境負荷の低減や、バリアフリー化に高い関心が示されるようになった。また、社会環境の変化や不況などにより、輸送人員は減少傾向となり、 より一層のコスト削減も求められることになったため、日本の鉄道業界では、車両の使用や機器の標準化によって、コスト低減を図る標準車両への取り組みが始まっていた。一方、小田急において、当時通勤車両の主力として運用されていた2600系、5000系、9000型は、製造から30年前後となり、旅客サービスレベルからは十分とは言えず、 置き換えを検討する時期となっていた。こうした環境下において環境負荷の低減とバリアフリー推進をコンセプトとして低コストを強く意識し在来車両とも連結が可能で箱根登山線にも乗り入れ可能な地上線専用車両とで登場したのが3000系である。本節では登場当時の仕様を基本として増備途上での変更点を個別に記載し 更新による変更については、遠隔で講述する。増備途上での変更点については、端末の一覧表も参照されたい。全長20メートル級の車両による6両固定編成と8両固定編成で製造されており、2011年以降は、中間車を増備の上6両固定編成に組み込んだ10両固定編成が登場している。形式は、 先頭車が制御車の区派3050型で、中間車は電動車の出派3000型と付随車の左派3050系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。一時車では2000型に準じた仕様が採用されているのに対し、二時車では通勤、近郊電車の標準仕様ガイドラインに合わせて、汎用品の導入の拡大や、 将来のホームドアの導入を考慮三次車以降はガイドラインによる標準化仕様の機器類を採用した標準型車両に移行した。先頭車、中間車とも車体長 19500mm、全長2万 mm で、車体幅は 2786mm とした。車体は線形2線型と同様に、台枠、構えからだともステンレス構成とした。 オールステンレス車両で、日車式ブロック工法を採用したため、側面扉部分の外反が独立し、幕板部分の途中に、継ぎ目がある。線形、2000型と同様に表面を、ダルフィニッシュ、なし字仕上げとしているが、扉部分については、ヘアライン仕上げとすることで、アクセントとすることを図った。車体断面形状は2600型から2000型まで、 継続された裾絞り構造をやめて直線とした。外反は線形、二線形の厚さ 1.5mm から 2.5mm とし、その分車体下部層か腰板や墨板の補強を割愛することによって軽量化を図り、適切な側柱の配置にすることで車体の強度を維持した。これはコスト低減にもつながる方策でもある。また、 床面の高さはそれまでの車両より 30mm 低く設定し、ホームとの段差を縮小することを図った。車体以外の部分も工事するように軽量化を図った。結果、それまでの小田急のステンレス車両と比較して、約15%の軽量化を実現した。なお、8次車以降は2005年4月に JR 福知山線で発生した事故を踏まえ、骨格の材質や、 部材の板厚の変更を行って、側面衝突時の車体強度向上を図ったために、事長が増加した。前面は、一般車両では2200系以来となる、非貫通型で、それまでの小田急の通勤車両のイメージとは大きく、異なる。前面の構え体を覆う箇所は、リサイクルを考慮して1 0系、2000系の繊維強化プラスチック生成系品から、構成に変更し、 シルバーメタリック塗装とした。二次車までは、先頭車の前面ガラス下部の帯に、青色の帯を入れていたが、機器構成が変わった三次車以降は、細体に変更され。前面下部には、大枠下部多い、スカートが設置されたが、三次車からは、形状が変更され、側面にもスカートが装着できる構造となったほか、乗務員ステップと一体化された。前び、 標識灯は従来の総下部から窓上部の取り付けとすることで清掃や電球の交換へ配慮したものとした。側面客用扉は各車両とも4カ所で、天地寸法をそれまでの車両より40ミリメートル高くした1870ミ、mm、リメートルとした。扉の幅については一時車では2000型に引き続き乗務員室。 運転室に隣接する箇所の 2300mm 幅、それ以外の箇所はすべて 1600mm 幅の両開き扉としたが、二次車以降ではすべての扉が 1300mm 幅に変更された。車両間の貫通路は 800mm 幅とした。側面窓の配置は、一次車では客用扉間には、戸袋窓と 1000mm 幅の一大加工窓を、 廃したが、二次車以降では、トブク袋窓を省略し、側面窓は、JR 東日本 E231 系と共通の一大加工窓と、固定窓の組み合わせとし、車端部の窓は一次車が、トブク袋窓のみ、二次車から七次車までが、固定式で、八次車以降は一段加工窓となった。すべての側面ガラスは、UV カット遮光ガラスとし、客用窓のロールカーテンは廃止した。 扉の窓については、服装ガラスとすることで結露防止策とするとともに、扉部分での段差解消を図った。また、小田急の通勤車両では初めてつま面の窓を廃止した 1900KABF 車、左派1950型など、ごく一部の例外を除く。全面、側面とも、種別、行き先表示器は LED 式とした。 側面の表示器は二次車の32586までが横128ドット縦32ドットであったのに対し二次車の32596以降は横192ドット縦48ドットに拡大、視認性の向上を図った。また、7次車以降はフルカラー式 LED 表示器を採用した。横128ドット縦32ドットの小型表示器の場合、 区間順急と快速急行の種別を行き先と共に表示することが不可能ため、種別と行き先の交互表示となる。なお、この方式は線形ワイドドア車でも用いられることがある。しかし、2019年3月現在では、3251回、3252回、3254回から3257回は、種別、行き先表示器が、 ルカラー化ししてており、りり駅停車と快速急行の切り替わり表示はしていない。な座席は全てロングシートで、客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には3人がけの座席が配置される。座席はバケットシートを採用、モケットは赤から紫へのグラデーション模様とし、優先席では配色を逆転させることで、 同一の柄を使用できるようにした。座席は着脱のメンテナンスを考慮し、7人掛け座席を3人、掛けと4人掛けに分割しているが、1車両のうち2箇所は緊急脱出用のスロープとして使用するために分割していない。二次車以降は、片持ち式座席を採用し、座席の袖仕切りも大型化されたほか、優先席は青色系のモケットとして区別した。合わせて、 側面客用扉を 1300mm 幅に変更したことに伴い、一人分の座席掛け幅を一時車の 440mm 幅から 450mm 幅に拡大した。片持ち式座席を採用した関係上、各社2カ所の座席背もたれ部には簡易はしごを収容した。先頭車の座席のうち乗務員助手席側直前の箇所は車椅子スペースを設け、 車椅子利用がない際に使用するための3人掛け、収納式座席を設置した。握り棒は、6時車までは7人掛け座席の中央部付近に1本ずつ、7時車、8時車では7人掛け、座席と優先席に1本ずつ、9時車では7人掛け、座席に2本ずつ、優先席に1本ずつ配置した。握り棒形状は、1時車は直線で構成しているが、 優先席付近のみ湾曲させて位置を低くした。二次車以降は荷棚との接続部分は曲線をつけた。旧時車では握り棒の曲線半径を大きくしたほか、優先席付近の握り棒に黄色のカバーを装着した。車内のデザインコンセプトは目に心に優しい安らぎの空間とし、化粧板は天井を明るい白色、側面やつま面などを淡いグレー系とし、 扉部分のみ木目調とした。床は濃いグレーにピンクの石目模様としたが、旧自社では扉付近の床滑り止めを黄色とすることで明確に区分した。貫通扉のガラス面積は天地寸法を 1355mm と大きくすることで車内の見通しに配慮した。吊り革は2棚間の中央部にも増設するとともに、 それまでの車両より 50mm、優先席部分では 100mm 低い位置とした。釣り輪は1次車では丸型であったが、2次車からは三角形に変更された。2棚についても、優先席部分は 100mm 低い位置としている。車内案内表示装置は、3次車までは LED スクロール式案内表示装置を各車両の客用扉上部4カ所に千鳥配置で、 設置したが、4次社では液晶モニタ式案内表示装置の地取り配置に変更し、5次社以降では液晶モニタをすべての客用扉上部に設置した。放送装置は自動放送装置を装備し、並結した在来車両にも自動放送が可能な仕組みとした。通常の車掌による車内放送のほか、 冷房装置規制に内蔵した社外スピーカーによる外部放送機能も備えている。都平装置、ドアエンジンは空気式を採用しているが、三次車以降では、閉日後に一定時間小閉力を弱めると平地から、弱め制御機構が追加された。床下機器について、それまでの車両は台車を除き黒色で統一されていた、ものをすべてグレーに変更した。運転台は、 小田急の通勤車両では初めて主管制御機にブレーキ設定機を一体化したワンハンドル式が採用されたが特急車両とは異なり左手操作式とした。ご自社からはハンドル形状は変更されている。また、運転席の位置をこれまでの車両よりも車体中央側に 440mm 寄せることで運転席からの見通しを改善するとともに居住空間の拡大を図った。 軽基板は、運転台を囲むようにスイッチや、軽機類を配置しており、正面パネルに、速度計、圧力計や各種表示等、カラーモニター表示機を配置し、右側には、スイッチ類や列車無線ハンドセットを設置しており、運転手が右手で操作しやすいように配置している。軽的には、空気笛は、o、O-5C 型、電子笛には、 ヤワタ電機産業製の矢マイナス 00H38 型が搭載された。乗務員室背面仕切り窓部は乗客への全面展望の配慮や車掌の客室監視のためできる限り拡大されている。乗務員の支援用としてモニタ装置を搭載しており2000型や3万系のシステムに以下の機能を追加している。営業運転中の状態監視。 異常発生時の原因確認とガイダンス機能、出庫点検時の項目確認機能、行き先表示器の設定や、ドアチャイム、停車予告チャイムの制御機能、空調装置の設定機能、自動放送、車外放送、乗降促進放送、非常通報装置などの放送装置の制御機、客室等の制御機能、各機器の異常発生時の表示と記録機能、各機器の制御情報の表示、 記録、研修支援機機能、能。試運転データの収集機能装置は、先頭車に中央局と表示装置を、中間車に端末局を設置しており、これらはモニター伝送線で接続されており、伝送速度は 2.5Mbps と大幅に高速化されている。3次車からは、モニタ装置を発展させて、車両全体の情報制御を行うシステムとして、t ィス、列車情報、 小だ急型管理装置が導入され、制御、ブレーキドアなどの指令をティス伝送化することで車体の線が削減されたほか、モニター表示内容については乗務員支援や研修員支援項目を充実させている。これに伴い、三次社以降の区千3250番台の車両にはティス読み替え装置が設置された。途平操作で使用する車上スイッチは、 キーによる作業だったものを押しボタン式の閉じ目解除スイッチへ変更した。8行編成の左派3750番台、左派3850番台及び給時車の左派3150番台、左派325番台では、工場で分割された際に簡易運転台ユニットを装着できる端子とブレーキ管をつまめんに収納した。 制御装置は三菱電機製の IPM イベット素子に、レベル方式の VVVF インバータ制御装置、3300V、1200A が採用された。一次車と二次車では、主電動機2台の制御を行うユニットを1軍として、これを3軍で1台の機器とした、MAP-196 から 15V96、型を採用し、デハ3200番台と、 デハ3400番台の車両に設置している。三次車以降では、インバータ1機で、主電動機4台を制御するユニットを1軍とし、1台の装置の中に2軍の機器を収めた、マップ -196 から 15V115 15型を、デハ3200番台、デハ3600番台、デハ3800番台の車両に、1軍のみで使用する。 マップ -196 から15分116型をデファ3400番の車両に搭載した。いずれも、素子の冷却方式をドライパネルで自然冷却とすることで冷媒の使用を廃止したほか、装置の簡略化による信頼性、メンテナンス性の向上と軽量化を図っている。また、ベクトル制御方式を採用し、安定した加速力及び制動力の確保を図っているほか、 低速運転機能も導入された。主電動機は三菱電機製の自己通風式カ護形、三小誘導電動機を採用しており、一次車と二次車では、出力 180kW の MB-5092A 型。波数比は99,14イコール7.07と、したのに対し、三次車以降は、出力 190kW の MB-5102、 A 型を採用した上で、波数比を97、16イコール6.06に設定することによって、同一の速度における手電動機回転数の低減による低騒音化を図った。駆動方式はこれまでの通勤車両と同様の WN ドライブである。制度装置、ブレーキは、改正制度を併用全電気指令式、電磁直通制度とすることで、 空気配管の削減による軽量化を図ったほか、停止直前まで回生ブレーキを有効にしつつ、停止まで電気制御を行う純電気ブレーキを採用した。電磁直通ブレーキ、空気指令方式の制動装置を搭載する線型までの従来車両と並列運転を行う際には、ブレーキを相互に読み替えるため、ブレーキ読み替え装置を区千3250番台の車両に搭載した。 また、滑走防止制御装置を設けることで、スキッド防止を図った。台車は軽量化を図って、軸量式軸箱指示方式ボルスタレス台車を採用した。品質の向上を目的として、東急車両製造及び、住友金属工業、現、新日鉄住金）による、共同設計方式、製作を採用している。電動台車が TS、TS-1026 系。 付随台車は TS-1027 型で、いずれも固定軸距百 2100mm、車輪計 860mm で、防音リング付け車輪としている。付随台車には滑走防止制御用の速度センサーを軸端に設けている。左右道の防止を図り、空気バネは前後方向に柔らかく左右方向に硬いものとした。なお、一次車と二次車においては、 デハ3300番台とデハ3500番台の小田原方の台車は、付随台車としている。基礎制動装置は、シングル式、片押し式で、小田急では初めて、ユニットブレーキが採用された。連結機については、編成両端は、回り子式密着連結機、編成中間は、半永急型連結機とした。クハ 3, 番台以外の車両では、 非常時以外は連結しないため、連結機には空気配管も設けていない。区千3250番台では、他社との連結を考慮し96新電気連結機を装備したが、5次社以降は、電気連結機は96新に加えて36新電気連結機を下部に設置した二段式となった。従来は、座席か、け込み内や床下に個別に設置していた。 補助編厚木や空調視界路盤、設置スイッチ、GS などの機器類は、床下共通機器箱内に集約している。終電装置、パンタグラフは3万 KE 機信車で、採用実績のある、シングルアーム式を採用し、デハ3200番台、デハ3400番台、デハ3600番台、サハ3750番台、デハ3800番台の車両に設置した。 船体は、降雪時の着雪量低減を図るため、強度を上げながら、枠を薄くしたアルミニウム製とした。また、上昇検知装置を設けることで、運転台のモニタ表示で、上昇や下降の確認ができるようにし、冷房装置については、小田急では初めて集中式冷房装置を採用した。一時車から二時車の32586までは、 冷凍能力 48.84kW、42000kcal ロロ、H の三菱電機 CU-705K、二次車の3259、6以降は 58.14kW、5万 kcal、H の能力を有する三菱電機 CU-709K、三次車以降は CU-709 と同一性能でティスに対応した。 三菱電機 CU-710 型を採用した。補助電源装置は、イベット組織式静止系インバータを採用した。出力は1次車から2次車の32586までは1 3 9区場、2次車の32596以降は1 4 9区とした。さらに3次車以降の8両編成では210区とした。いずれも、出力電圧を参照。 交流 440V にして引き通し、電線系を細くすることで軽量化を図っている。電動空気圧縮機については、参照、交流 440V で駆動する、低層オンスクロール式の RC1500 型を搭載した。2001年度は一時車が4編成投入され、2002年2月10日より営業運行を開始した。 これにより2600系ネ車の廃車が進められた。2002年度に導入された二次車では、通勤・近郊電車の標準使用外来による標準車両のモデルに合わせて汎用装置の導入が拡大された。なお、2002年8月28日から30日にかけて32546のうち、3404と3504に防音スカート、防音カバーを設置し、 騒音低減の効果を確認する試験を行った。2003年後半以降に製造された3次社からは、環境負荷の低減をさらに推進するとともに、標準化仕様の機器の採用をさらに進めたほか、8両固定編成が新たに登場した。この年に製造された編成のうち32636では、試験的に側面全体にもスカート、防音カバーを装着し、 床下全体がスカートで覆われた仕様で登場した。防音カバー外側には精神剤が塗られているほか、防音カバー内側には、新宿型3両では精神剤を、小田原型3両では吸音剤を取り付け、防音効果を高める試験を実施した。この編成では、カバーが開けない場所での緊急事態を想定して、車内床面に侵入口と収納式ステップを、 装備している。また、この時期、2004年3月中に一時車と二次車の正面の青帯は細帯に変更された。2005年には比較のため、32656の電動車のみ防音カバーの設置を行った。2006年2月からは32636は電動車の台車付近にのみ防音カバーが設置されるようになり、 同年には32656に全密閉式手電動機を搭載して試験を行った。これらの試験終了後の2008年7月には32636の台車周りの防音カバーは撤去されている。3000系の編成単位での増備は2007年で終了し、 六両編成は単独で各駅停車もしくは他形式の四両編成と連結して十両編成で急行、快速急行に運用され、八両編成は各駅停車と区間準急で運用されるようになった。八両編成は保安装置、編成長の関係から小田原線新松大生と江ノ島線での定期、運用はなく、主に小田原線。 新宿本厚木館と玉線での運用。六両単独編成は玉線や江ノ島線、小田原線成城学園前から小田原間の運用となっている。2007年11月から2008年3月にかけて開業80周年で公募が行われた電車デザインコンテストの受賞作品を3661、8にラッピングして運行が行われた。 2010年度からは6両固定編成の一部に対して心臓の中間車4両を組み込む重量固定編成下に着手することになり6両編成を前後に分割した上で中間車4両を組み込んだこれらの編成では新宿砲戦闘車に設置されていた電気連結機とブレーキ読み替え装置を撤去したほか戦闘車の車椅子スペースの折り畳み座席を撤去し 車椅子スロープの収納場所とした、重量編成化される編成は、2010年度には、最も新しい8次社が選ばれ、2011年度は7次社の6両固定編成で、最も新しい32786と32796が選ばれた。2011年8月には、沿線に、富士湖、海、富士尾ミュージアムが開館することを記念して、 3090、30に対して藤子、海、藤尾作品のキャラクターをデザインしたラッピングを施し、車内にも装飾を行った上で、小田急海と連として1年間をめどに運行されることになり、同年8月3日から運行を開始した。ところが、東京都からラッピングがほぼ全面に貼り付けられており、条例で車体の10%と規定されている割合を大きく逸脱し、 東京都区外交国物条例に抵触していると指摘を受けたため予定より早く同年9月30日をもってカイトレーンの運行は打ち切られた車内の装飾については継続されている一旦は運行終了となったカイトレーンであるがファンなどからの復活を望む問い合わせが相次いだことから小田急電鉄では沿線自治体と協議を重ねた結果キャラクターの絵柄を小さくし キャラクター数を増やすことで、規定条件をクリアした上で、カイトレーン2として2012年7月20日から運行を再開すると発表した。今回は、都への屋外広告物の届けでも行っている。2013年2月からは、これまで、試運転でのみ併結していた8000系のリニューアル車と、併結しての営業運転が開始された。2015年3月より、 社内広告、小田急 TV が運用開始されるのに伴い、統計式にも対応工事が行われることが発表された。運用開始時点で6両編成1本が対応。現在は6両編成8本、8両編成6本が小田急 TV 対応編成として走行中である。2016年8月19日より、生き物係の活動10周年を記念し、 小田急生き物電車超生き物ばかりミュージアムと題して3095十の広告貸し切り電車が運転された。車内の広告スペースに生き物係の10年間の活動を振り返る写真やシングル全42枚のジャケット写真を掲出した。2017年度の鉄道事業設備投資計画では新たに8両固定編成に対しても新造される。 中間車2両を組み込むことによる重量固定編成化が予定されている。2017年12月、3665バ8に中間車2両を組み込んだ3081銃が営業運転を開始した。2017年9月10日午後4時5分ごろ、三宮ン京駅付近で沿線火災が発生し、現場付近に緊急停車した3651。 8に燃え移り被災し、出ハ3601の屋根の一部が反射している。屋根の損傷が激しかったため、当該編成は運用を離脱し、日本車両に手修理を受けた。その後、2019年4月25日より運用に復帰している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。